はい、おはようございます。ちなげに近所がよしです。おはようございます。はい、今日ね、広島戦、ございました。結果がですね、5対5で引き分け。はい、長い。まあ、しょうがないですけどね、12回までね、やりましたね。今季初っすかね、引き分けは。うん。いやー、長かった。4時間半ぐらいね、試合してましたね。うん、もう僕はずっとね、一球速報の方で、今日はね、終わらせていただきました。はい。じゃあ早速、振り返りですね。はい。先発が石川さん。はい。石川さんが5回3失点と、惜しかったっすね。はい。まあでも、ナイスピッチングですよ。はい。うん。まあね、5回にやられましたね。もう一息でした。悔しい、これは。うん。それまでね、5回投げ切ったら一応勝ち投手の権利というか、うん、まだあったんでね、うん、よかったんですけど、ここで逆転されと。はい。またその後ね、ヤクルトがね、また6回に、逆転してくれたんで、うん、一応勝利投手のね、権利は転がってきたんですけど、ちょっとね、その後はまたおいおい話します。はい。でも86球ということで、被安打5。まあそんなに打たれてないですね。うん。で、本塁打1ということで。いやー、中村健人選手ですか、相手の。うん、ルーキーでね、素晴らしいですね、ほんとね。うん。まあまあまあ、5回3失点でちょっと何とも言えないですね。うん。ようやってるんでね。うん。まあ今日ね、3勝目つかずということで。はい。また次、うん。頑張ってください。はい。試合は作ってますんで、石川さん。はい。はい。ということで次投げた石山さん。はい。石山さんがね、やられましたね。悔しいなぁ。6回のね、表にね、ヤクルトがまた逆転してくれて、石川さんにね、白星がね、転がり込んできたんすけどねっていうね。先頭ヒット、そしてファーボール。このファーボールがいらん。まあ、粘られたんでしょうけど、このファーボールが余計。その後でライトフライで空振り三振。で、2アウトまで行きましたね。ツーアウトまで行ったんすけどね。松山竜平選手がタイムリーツーベースと。石山はーん。で、これ、坂倉選手もね、そのまま帰ってきてますよね。一塁から。くぅ。なんか試合の映像見れてないんですけど、なんかライトやらかしたんすか？普通に坂倉選手のスタートが良かったのか。ちょっとね。まあ、石山さんもね、ずっとというか、まあ割とね、今季は抑えてたんで、まあちょっとね、攻めれないですけど、石川さんに白星欲しかったなっていうね、ちょっと残念ですね、そこはね。まあでもね、広島打線はね、いいんでね、普通にね。はい。もう切り替えてください。はい。もう逆転されなかっただけでもうよしです。はい。で、その後投げた大西くんが 1.1回を無失点と。はい。で、田口くんがその後 0.2 回を、無失点ですね。はい、ナイスピッチングよ。うん。僕はね、もう怒涛の中継ぎラッシュがね。まあ、先に言っておくと、まあ、この後ね、投げる中継ぎ陣は1点も取られてません。はい。まあ、だから今日はね、石山さんだけが捕まっちゃったっていうね、感じでした。はい。で、今野投手も1回無失点。で、木沢くんもね、0.2 回。まあ、ピンチは作りましたね。満塁にしちゃいましたね。はい、木沢くんは。ただね、その後ね、コール投手。今日はコール投手がね、もうめちゃくちゃ頑張ったと思いますね。はい。満塁のピンチで上がってきて、のピンチを抑えてくれました。はい。ありがとう、コール投手。いやー、東京ドームでしたっけ？もう火消ししてましたよね、確かね。うん。で、昨日も1回無失点やった。で、今日も火消ししたということで、なんかコール投手がね、本当にこう、めちゃくちゃ活躍しだしてきたなと。うん。なんかヤクルトのね、今日でなんか僕はもう、ヤクルトの本当の一員だなって思ったというか。うん。ようこそコール投手って感じですね。本当によく頑張りましたよ。コール投手本当にありがとう。お疲れ様。はい。で、最後、マクガフ投手ね。はい、マクガフ投手がね、今日ヒットを2本ですね、浴びて、うん、ランナー1、2にはしたんですけど、最後はね、サードフライに打ち取り、ゲームセットということで。はい、マクガフちゃんもね、お疲れ様。もうなんか独特の雰囲気あったと思いますよ。マツダスタジアム。もう、相手の敵地でありますから、で、これを、まあ、打ち取れば勝て、同点になるけども、やっぱね、広島さんもね、死ぬ気で来るんで、で、マツダスタジアムね、観客の雰囲気といい、ほんとね、よく耐え抜きましたよ。本当にお疲れ様、中継ぎ陣の皆さん。今日中継ぎだけで、1、2、3、4、5、6、7枚。7枚継ぎ込みました。本当にね、よく頑張ってくれましたよ。はい。っていうピッチャー陣でした。本当に、明日休みでよかったです。ゆっくり休んでください。はい。ということで次ね、バッター陣ですね。はい、バッター陣がみんなで9アンダー。でも延長12回まで行ってるんでね、9アンダーっていうのはどうでしょう。まあ普通か。
まあ、そこそこって感じですかね。はい。で、フォアボールは何個選んだ？フォアボール6個選んでますね。9安打で6個選んでる。まあ、5点。まあまあ、そんなもんか。まずね、もう初回ですね。はい。山田選手が、ショートへのね、内野安打で出た後に、はい、村上選手が、またホームラン打ちます。ありがとう。いやー、もうね、ほんと村上恐るべしと。今日も宇宙界のホームランですか。ちょっと映像見れてないでね、わかんないですけども、いい当たり打ってたんでしょうね。まあまあ引っ張れてるし。村上くん、ほんと神様っすわ。これで12号。これで岡本くんに並んだかな？並んでそうだな。よくやりました、村上くん。もう、マツダスタジアムではね、大暴れでございました。ありがとう。はい。6回ですね。はい、6回。山崎ちゃんのね、内野安打。で、村上くんのセンター前。はい。で、宮本くんはフィルダースチョイスか。はい。で、出て、オスナ選手ライト前。あれ？これなんでだ？もう全然試合見てないかわかんねえな。はい。とりあえず、長岡くんがタイムリー打ちました。はい、ナイスバッティング。はい、長岡くんね、昨日も決勝点のタイムリー打って、今日も、タイムリーをね、しっかり打つということで、はい、ほんと村上、長岡くんね、勝負強くなってますよ。ほんと頼もしい。はい。で、その後、内山くん、はい、内山くんがね、サードゴロ打って、その間に、ランナーが帰って、ここでね、また勝ち越しというか、リードをね、2点に広げると。はい。内山くんも。まあ、内山くんは今日ヒットこそ出てないですけども、しっかりね、ランナー返したっていうのは、これはね、まあ、仕事したということになるんじゃないですかね。はい。よくやりました。はい。ただ、その後ね、広島さんにも、同点に追いつかれてしまい、もうここから、ね、本当我慢の時間でしたね。ただ、7回もね、チャンスは作ってるんですよね。太田健吾フォアボール、山崎バント、で、山田ファーボール、これランナー1、2ですね。ただその後、村上、宮本で続かないと。はい、で、三者凡退、で、ファーボール出したけども、その後続かず、で、11回とかもね、ランナー1、2塁、2アウトね、とこまで1、3塁だったかな、これはな。行ったんすけどね、続かなかったですね。で、12回ね、山田選手がね、先頭レフト前で出たんすけどね、村上くんがね、三振で、で、山田選手も、ね、エンドランかけてて走っててね、挟まれてアウトっていうゲッツーとかね。あれもね、なんか惜しかったなぁ。まあ、広島さんの中継ぎが踏ん張ったというのか、ヤクルトがちょっと石膏しちゃったというのか、わかんないですけども。勝ち越せなかったっすね。チャンスはちょこちょこあったんですけどね。もう死闘でした、まさに。どっちも譲らない。死闘。もう広島さんもそうですよ。延長入ってからランナー出したけども、最後一本出ないみたいなね。ほんと投手陣がね、もうお互い良かった。これはもうお互いのリリーフ陣が良かったとしましょう。でもヤクルトはね、もう敵地でね、よく同点に追いつきましたよ。もうよく頑張った。同点で終われた。もうこれで良しとしましょう。はい。ということで、まあそういう試合でした。はい、もうとにかく長くてね、ちょっと疲れましたね。まあということでね、明日しっかり休んで、はい、次は神宮じゃなかったでしたっけ、確か。神宮で阪神戦でしたかね。阪神さんがね、ベイスターズ相手にね、めちゃくちゃね、打ちまくってるんで、ちょっとね、打撃のね、調子が上がってきてるのではないかと。はい。で、プラスヤクルトはね、神宮弱いですからね。とりあえず、先制だけはされないように。先制されたらね、もうそのままバタバタバタって行きそうな、ちょっとね、気配がするので、先制だけは勘弁してください。はい。誰が投げるんだろう。そろそろライアン、高橋奎二ぐらいが来ますかね。おそらく。はい。頑張ってください。誰が来ても。はい。ということで、今日の動画は以上にしたいと思います。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。はい、ありがとうございました。